俺クラスはね、すごいっすよ。大泉ってことはビタはないっすよ。あの日暮らし系のあれはないっすね。ですよね。すごい自然だよ。3回連続チャンス。でもあんまり関係ない。全が反転する。おぉ、大きいに赤文字。あれ無理でしょう。これ、チャンスアップってここでチャンスアップになりますよね。でも何もならないね。まあまあ無理。ウィッチーズはね、あの、うわっ、うそ、あ、直撃したの、直撃だ。直撃しました。直撃。そう、初当たり。エイリアンジャの2人の歌が流れてますよ。直撃しちゃった。だから悪くないですね、直撃は。6かもしんないですね。ということで、ビッグかレギュラーか。ウィッチーズはね、あの演出バランスでイラッとすることあるかもしれないですけど、なめれば、俺はかなり好きですね。あ、トップ2も良かったですね。トップ2も良かった。あれは原作がいいんですよね。うわ、お化けだよ。で、直撃の時って、シーゲット突破した時より、シーゲット突破すると3分の2でビッグなんです。うん、カットイン3段階。ダメだ、ラスト。これはダメっすね。投資に行ける。ダメでした。でもネウロ行くと思いますよ。じゃあここで、すぐさま連チャンさせましょう。興奮してくると力が強くなってくる。レディ様も天井のキャンプ。お、赤行って。赤行かない、ダメかな。赤行かないってことは、これレベルアップ発展先次第。おー、でこれで羽柄です。羽柄、これ期待できないですよ。なんか今、カンサップがないよね。ちょっとお尻が ベリーのさ。あ、チャンスアップ2連発。2連発チャンスアップですね。なんか怪しいですね。今チャンスアップしてましたよね。今後ろに鳩が飛んだな、白い鳩が。いつも飛んでるもん。もうちょっとあるかもしれない。あ、いらっしゃいませ。おお、行った行った行った。さあこうやっていきなり当たるんで、一回行かなかったからって言っても後悔しなくて。よし、これどっちか分かんない。や、逆転か。おお、羽柄です。で弱いと思うけどな、背景赤。あ、全員出てきた。あ、これいけるかも。これ7が転廃すれば AT 確定です。これはでも一番熱いやつですね。さあ真ん中真ん中真ん中、よし、とりあえず OK、 AT 確定ですね。ウォーロックモード突入。じゃあウォーノスゲームスタート。ここで選択したのは一番弱いやつ。とりあえずこれレバー叩いて、キキキキンで、これ枚数ですからね。これで80枚。ただ、ズッキーニとあのコンビは、これで終わります。大体終わります。これ50枚。弱いっす、弱いっす。お、青？
ああ、ここは青ですね。お、赤まで行ったけど、まあただ揃うだけです。これ2回は保証されてるん で今右押したんですけど左が止まったっていう演出ですね。2回は必ず揃います。お、やばい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 。え、これ一番上だっけ。ちょっと待って、これ一番上だよな。やばいの来たわ、いきなり来たわ。何枚で平均1000枚だっけ。平均1000枚。うひゃー、 1.2% っすか。2000か3000いってほしいな。たまにでかいのが来るんですよね。だ、家康みたいな感じですよね。緊張してきた。枚数です、枚数、枚数表示。ああ、終わっちゃった。1960。とりあえず写メ撮っておきましょうか。あ、でも平均を超えましたよね、多分。で、まだ、お、お、もう一個いった。あ、今、累計の部分か。もう一回、あ、あれ、お、中断チェリーだ。え、動いてるか。当たるだけ。え、6号5号ですか。マジですか。そう、本当ですか。これ中段チェリー6号5号36ですか。ちょっとじゃあ、ちょっとじゃあ、待って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 。はあ、うお、あ、本当ですか。あ、本当だ、レインボーだ、レインボーだ。おー、ビッグ確定なんですね。ちょっと